ラジオ体操したら目が覚めた。そのね、完璧で究極にオワコンなんやから、ね、アイドルとか歌っちゃダメよ。プロソロとしてからチームの調子悪いわ。いや、ふざけんなよ。俺とする前までは調子良かったんか、逆に今日。チーム木曜日ダメなんよ、本当に。人がね、入ってこんの。なんでな。絶対毎週木曜日は、本当にね、ダメなんよ。なんか、どうしてダメかわかんないんだけどさ、木曜日抜けて、水と木は、あ、水と金は、まあ来るんよ。朝からちゃんとみんな。同じような時間帯なのにってこと？そう、毎日同じ時間やけど、月火、水、行くて、木絶対来ん、金帰ってくるみたいな。毎日配信やってんの？ほんで。あ、やってるよ。帰ってきた、もう、ちゃんと。は？ちゃんと、3ヶ月ぐらいやってなかったからさ、配信。なんでやってなかったの？お休みしてた。だから何でやってなかっ心を病んで、プロソロからいじめられちゃって、心をたの？僕病みまもチーマルにめちゃくちゃいじめられまして、本当に運営さん助けてください。した。なんで、チームは何もやってないやん。3ヶ月ほんまに休んでたんや。全然気づかんかったわ。だから気づかないぐらいの存在ってことよ。そうそう、本当に。だから、そう。で？で、やっと、でもね、前もだったの、その休む前も木曜日か金曜日が調子悪くて、って感じだったけど、帰ってきてからはもう木曜日が調子悪い。じゃあ一緒やん。変わらへん。そろそろが流れ変えてくれるかなと思ってさ。あ 投げてあげようか、かわいそうやから。りがとう。何くれるん？バラ？お前さ、毎回同じパターンで俺が投げるわけねえだろ。リス投げといたよ。よしくん、はだれだろ。このユーザーってやつ、プロトロ？それ、リス投げといたよ。みんなに言っとこう。このユーザー171192831はプロソロのサバーガーでって。まあ、お前ブロッコリーしとくわ。てんちゃん、はい、キュンです。てんちゃん、キュンです。10ポイントちょうだい、プロソロ、はい、それ絶で。対無理。あ、てんちゃん、キュンです。てんちゃん、ユニブや。プロソロ、そのサバーカでチームのリス10個ちょうだい。かわいくお願いしてるの、お前、それは。プロソロはね、無理。20、バラナイチュ？バラナイチュ？あ、プロソロの力借りんでもいけたわ。お返しのおまんじゅう？なんだっけ？パッパッパッパ、バラナイチュだよね。ヒヒーン。はーい、マリオねえやろ。スミハネやろ、それ。スミハネ、なんかさ、この間なんかさ、愛しい！ああ、愛もしう、さ、すぐよけてるガってチでイケメンすぎる。このまま勝ち続けましょうね。チーバルは2桁で弱すぎる。みんなのクマさんが参加しました。おすす私めは29点だ。なもうかわいそうやん、プロだ、もうソ配信やめたロ。な。やめとったって。え？やめとったって、最近まで。なんで配信を復活したの？だから、プロソロからのその、意地悪が終わったから、ちょっとまた優しくしいてもやいや、意地悪らしおうたか記憶ねえわ。多席思考人間が。世界は自分のな、やったことでできてるわけや。だから自分が恵まれてない状況っていうのは自分の責任や。ムキムキおはよはい？う。ムッキームキムキってリスナーさんがおんねん。もうやべえな、朝からな。ムキ大丈ム夫キ、か？ムキムキや。さあ。え、けど、チーバルこの間強くなかったっけ？コラボした時。だから今日木曜日やん。いや、けど、関係ねえと思うけど、いつも来てくださる方が来てくれないの？木曜日は。なんかね、朝から絶対来てくれる人とかも、なんかね、多分ね、木金ってやっぱさ、土日休みたいからか、みんなあんまり来てくれない。いや、わかるけどそういうね。傾向にある。俺、最け近ど、朝配信にしてんだよね。朝配信。5時ぐらいからでしょ？なんで知ってんの？だって昨日言ってたじゃん、コラボした時の。ストーカーですか？そうだよ。そうだよって。やば。一番やばいやつやん。そうだよ。そうだよじゃないね。お金がないだけです。いやいや、それはもう投げすぎてるから、もう。あなたは投げすぎてるから、いや。私。日刊71位までは残り 1.4K だ。次はさ、しようぜ。今日も5時からね、5時ってさ、みんな起きてんの？あ、けど今日は何時から？グローブ持ってたの？タラララ
のコゲートから何言ってんの。本当に本当にタララ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 ラ、うわーよいしょーパラ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 。言ってや黙れ。はい、伊藤さんごめんね、差し込まれた。てんちゃん10声出してね。よろしくお願いします。やったー、ドラえもんからなんとグローブ2個ゲッチュー。たまたま MVP リズリズありがとう。ねえねえ、そうやってすぐ押してくんのやめて。ほんとにさ、もう呼んでるから今グローブ2個ゲッチュー生産所だ。泣いちゃう。あー嬉しい。ねえ、もうしつこい。え、これ最後な。チームル今1回勝ったから次勝ったら帰るからな。約束せえや、ドラえもん。うるせえ、ドラえもん。でもなんかさ、そのドラえもん似合ってるよ、プロソロ。なんか前のさ、薄汚れたあれよりはなんか似合ってるかも。え、な、何件すんの？決まる？うん。ポーカー。は？ポーカー。あ、福岡か。ポーカーって聞こえたわ。ドラえもんが一番、ほら、みんな言ってるで。ドラえもんが一番似合ってるって。やっぱそうやんな。ドラえもん似合ってるやんな。なんか前のなんか薄汚れたなんか、何やったっけあれ。もうコインないので落ちます。大丈夫、ひとしさん。チャージしてもらったら大丈夫。無限やな。嘘嘘。ありがとう、ひとしさん。やめてあげて、ほんとに。え？ほんとやめてあげて。ほんとみんな。チーマルのとこさっき。え、チーマルのとこさっき誰投げてくれた？え、このプロソロに勝った試合？うん。たまちゃんとリズリズ。たまちゃん、俺んとこでも1000コイン以上でフォローします。いらんわ、プロソロのフォローなんかいらんわな。え、てめえフォロワー何人？チーマル？ああ、半分か。まあ、俺の半分しかおらんやん。5万300人ぐらい。俺10万人いるわ。ひとしさんはうま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 よ。ひとしさんはイケメンよ。うま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 よ。ありがとう、ひとしさん。最後やからかますか。コインないらしいから。何十？流しちゃうか、ゼロコインにしちゃうか、ひとしさん。ありがとう。え、たまちゃん、トップガーディアンじゃん。ありがとう、たまちゃん。ありがとう。2倍や。さあ、2倍中に入ってきた。今の皆さんもよかったら、1バラ1ハートミー、チームブレスレット元気出してね、から、プロソロをやっつけよう、みんなで。やっつけよう。いくぞ、2倍。あーでもさ、ちゃんと手あげといて、こうさ、自分でこうやってさ、差し込みしそうやから、こう手あげといて。両手あげといて、両手。ひとしさん、かっきーん。二人寄り添ってやるよ。てんちゃんのお昼休みはウキウキウォッチやん。はい。あとみ20おめでとう。あー。ねえ、地投げしてるやん。地投げ、地投げ。来いよ。反則、反則。え、さっき投げてあげたけど、そっちに。じゃ、こっちでもちゃんとちょうだい？無理。地投げ今2ポイントしたから2ポイント分チーマルにちょうだい？ 3 ポイントですけど。あ、3ポイントしたの？うん。じゃあ、タップで3ポイントなるから、タップしに行って。しんどい、無理。このドラえもんめ。自分のところタップしたわ。本当に悪い、この人。来いよ。来いよ、お前。ドラえもんめ。お前、ドラえもんばっかりうるせえな。同じことしか言えへんのか？え、1コインの地投げからの来いよは可愛いのよ、だって。ああ確かに。1コインの来いよは可愛すぎんな。確かに。あえてな。確かに可愛い。じゃあ、俺の本気の地投げ見るか？見る見る。千葉ちゃんとバトルした時の俺の本気の時代を見るか。あ、今のじゃないやつはいいわ。今現実的に投げてほしい。お前がユニバ10個投げに来いよ、俺に。やだよ、何の得があるん、チームルがプロソロにユニバ10個投げて。俺に感謝される、ありがとうって。マジでいらん。俺も別にいらんわ。顔赤くなってるよ、かわいい、だって。面白い。ああ、はいはい。テレ隠しだね。
プロ揃ったら。照れ隠し。おもちはどうしたと、おもちは。おもちは？あ、おもち配信者なの？あ、もう、どうやろう、まだわからん。バイバイってしたんだ。うん。最後あいつ2回連続2桁やった。いやでもあれすごかったからね。確かに。うわ、やばい、両方や。いやー、頼む。おい、グローブ。グローブ出していって、誰？ちゃんグローブナイス。勝つ。いやいやー、たぶん勝つぞ。お願いこないで。ダメちゃん、クマちゃん、ダメちゃん、どう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 、パンちゃん、スーパーイケンちゃんの運命の人はやっぱり俺です。タロー、よく勝ちすごい、負けてしまってごめんね。うんうん、きつ。あげた。ミュートや、喋んなお前。はい、てんちゃんごめんな、ありがとう。ひとしさんもごめんな、ありがとう。仙台もごめんな。ポンちゃん、ナイス、ブンブンブン、ありがとう、ポンちゃん。ニズニズ、たまたま、ありがとう。みんな、しばらち。ねえ、だからさ、変えるって言ったやん、2連勝したら。2連勝したら変えるって言ったやん。4連勝中途半端やん。5連勝までいったら。無罪だ。絶対これで帰る？早くやれ。もうみんな無理してんだって。なかったな。そうやな、5倍刺さったらおもろかったのにな。じゃあタロポンだけ頑張って、タロポンだけ。タロポンだけ頑張って、タロポン。あー、タバちゃん、本当にもう無理せんといてな、もう。タロ、タロが最近一番あれだから、タロ、お前だけ頑張れ。タロだけ頑張って、タロだけ。タロポンご指名です。タロポンだけ頑張って、もうタマちゃんとリズリズはもう頑張り尽くしてんねん。タロポンのみ。タロポンのみ頑張って。タップはみんな頑張って。お腹減った。でもポンちゃんもありがとう。ポンちゃんはさ、本当に嬉しい。さっきもさ、さっきも二桁の私を救ってくれたよね。ありがとう。みんなグローブ持ってる人は使っていいからね。いつでもプロソロプクプクボコボコプクプクボコボコにしよう。何を歌ってんの君はずっと。さ、プロソロってさ、意外とさ、歌うまいよね。すごい。だけどさ、なんかさ、よくさ、なんかさ、結構ギフト飛んでる時に歌うやん、替え歌でさ。うん。割うまいと。急に褒めちぎるやん。どうしたん？それは本当にいつも思ってた。なんか、結構さ、なんか、替え歌したらさ、リズムとかさ、なんか、うん、五字、なんていうの、あまり字みたいなやつがあるやん。まあね。うまくなってんねんな。うまいことちゃんと歌えてる？ハートミージュに。ありがとうな。マジで、それいつも思うねんな。ええ女や、お前。結婚するか。翔さんありがとうな。大丈夫。俺も無理。お前無理。10ポイントー10ポイントー翔さんグラッカーペー10ポイントー !20! やるやん、翔さん。20! ナイスー！え、太郎いる？そして。太郎ちゃんとおんのか？え、ねえ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 、もう400点も飛んでるじゃん。さあ、2倍です。行くぞ。この女に勝つぞ。さっきボロボロに負けたから、行くぞ。かましたらみんな。ねえ、もう400点を、もう400点も飛んでる、2倍の前から。頑張れ。行くぞ。ちょっと、太郎ポンは？みんなで勝つ。さっきさ、太郎ポン何してんの？思い出は、いつも賞賛だけど、ガチで久しぶりですね。はい、チームルは、はい、2桁で、オワコンだね。はい、キュン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 、どうしててんちゃんありがとう。賞賛のクラッキーがペーン言っちゃってますから。はいはいはい。はいはいはい。はいはい、2桁、オッツ。えい。ダブルポイント。じゃあ、太郎はどこ行った？チームルに、あ、ちょっと待って、この子2桁、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 ガチでオワコンです。むずいな、このメロディー。うん。知ってる？難しかったね。この木、何の木は難かった、今。初めて歌ってる。この木、何の木、気になる木のやつか。そう。ドラえもんで歌ってよ、ドラえもんだから。
テル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 テはい、チーマルのものまねをしたらいいよ。チーマルのものまねをしたらいいよ。はい、トゥントゥントゥン、とっても弱いチーマルちゃん。オーケー、Thank you。本当にさ、うまいんだよね。替え歌だけは本当にうまいんだよ。じゃあちょっとメロディーに乗せて歌ってみろよ。チーマル音痴すぎてやばいな。チーマルも替え歌？まあ歌ってみろよ。最初のイントロだけちょうだい。テルルルルルンとかちょうだい。テルルルルルルン。てっ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 て。ね、ショートカットしないでよ。難しいから。なんてね。じゃ、最後から。てるる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 るミュートを解除したよ。ミュート解除したよ。みんなポッケでみんながちょうだいギフト。ミュート解除したけど、うん、何なんか歌ってた、気分悪くなった歌聞いたら、いや、翔さん、それはすみません。翔さん、それはすみません。チーマルの歌じゃなくて。本当にすみません。あ、チーマルはほとんどミュートにしてたから。うん、あ、本当よかったよかった。チーマルの歌ってこと、あ、そっか、チーマルの歌で気分悪くなったんか。チーマルの歌で気分悪いかもしれない。謝れよ、お前、翔さんに。ふざけんな、まず。待ってたの、やばい。みんなグローブある人使って。やばい。父さん、勝ちましょう。パパ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 パ
翔さんすんません、久しぶりに投げていただいたのにごめんなさいね。てんちゃんもごめん、水亀もごめんな。なんてことでしょう。素晴らしい。 MVP はチーマルのポンちゃん、ありがとう。それでリジュリジュ消費してタロポンハマゲット、たまたま、すごいじゃん。3桁貢献が4人もいるなんて、ブラボー、素晴らしい。タラララララララタラララララタララ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 ラだね、ほんまに。プロソロお疲れ。お疲れ、プロソロ。ねえ、だからもう、もうしつこいって、もうチーマルに勝てへんから、プロソロは。もう出直してきて。てめえに行かない、てめえに行かない、今。ね、68。ほんとに日課68。いや、ランク外やんけ。俺72やわ。ねえ、もうしつこい。もうずっと再生をしてくんねんけどさ。だってさ、もう見て、だって5連勝なったからもう。もうか、ねえさ、もうええってほんと、どんだけ好きなんチーマルのこと、拒否拒否。そんな目開いてるか開いてないかみたいなやつで見ながらさ、ずっと戦闘隊長みんな助けて帰られへんねんけど。早くやれってだから。ねえ、もう本当にもういいって、もう飽きたって、プロソロ。ちょっとだって面白くないやん、もう。じゃあな、ランク外オワコン TikTok か。はい、すいません、皆さん。いや、ちょ、やられたわ、マジで。さあ、どうする？ちょっと、のぞみちゃん行ってみるか。のぞみちゃんとニコラしたことないな。うん。のぞみちゃん、元気かい？元気です。何時から配信しているんだい？え、さっきですよ、さっき。あー、もちこちゃん大好き。今、パイナップル様が投げに来てくれてました。え、今？さっきじゃなくて？さっき、花火とかくれましたよ。あ、俺も花火、あいつ2個くれた。花火とハンドハート。ハンドハートありがとう。あー、まだおんねやん。あ、パイナップルさんいた。パイナップルさんいたし。パイナップルさんわらわらつってる。絶対サブアカで見てたやろ。タップ、あー、待ってー。パイナップル、バラありがとう、うんま。全然気づかなかった。いたんや。タップお願いします、タップ。ええな、パイナップル今日、ほんま。タップお願いします。トイレ行くんでタップしてきてください。な、こいつ、やる気ないやないかい。やる気しかない、やる気しかない。パイナップル、こいつサボってるわ。まあけど、パイナップル、わかってるよな。おー、犬が登場した代わりに。うん、まあ、パイナップルわかってるよな。タップ。トイレから喋んな。うるせえ、トイレから喋んな、お前は。
とりあえずパイナップル分かってるよな。俺はパイナップルの応援めっちゃ頑張ったよな、今までな。うん。まあ別に俺が負けてもいいんやで。うん、ええよ。負けろ。俺が負けたら、パイナップルも負けるくだりになるけど大丈夫そうっていうことやよな。まあ俺が勝ったら、まあパイナップルをまた勝たせに行くくだりはあるけどね。まあ俺が負けたらもうあの逆投げでな、ちょっとやられる未来が待ってるっていうことで、ね。トイレサボってるやん、向こうはな。けどこっちはサボってるやん、けどずっと喋ってるだけど、向こうはクラゲがふんふん言うてるだけや。ああ、ということはまあどうしたらいいかわかるよね。そう、TikTok ユニバースをまあ俺のところに投げると。そっからまあ、うるせえだ、クラゲ。黙れよ、お前。ねえ、ちゃうねん。さあ行くぞ、みんなタップで。さあ、絶対に勝つ。このバトルは負けられない。10ポイントだ。さあ、てんちゃんキュンでーす。キュンです、キュンでーす。キュンでーす。お願いします。キュンちゃん、お願いします。59人団結です。行くぞ。団結だ。みんなタップお願いします、タップ。イェイ。みんなタップお願いします。え、え、もちこちゃん、誰出勤？みんなタップお願いします。川原社長が参加しました。おはようございます。死ぬ、死ぬ、殺される。なんでやねん。あ、川原さん、昨日ありがとうございます。え、あったん？え、じゃあ昨日来てくれたじゃないですか、4コラの時。ああ、びっくりした。ああ、そういうことね。そう。私今日からマジで、ガチで配信頑張るって決めたんで。マジで？え、そうです。いや、パイナップルお前乱振りしてんじゃねえぞ、これ。私の憧れの人が TikTok 始めるんで。誰やねん。もうガチで TikTok 配信 しようと思って。もうラウンジやめます、ラウンジやめる。マジでガチやんか、すごいな。ガチでやめますよ。やば。知名度上げたいんで、知名度。あ、そういうこと、ね。フォロワー100万人欲しいんですよ。マジやばいね。フォロワー100万人欲しいから頑張ろうと思って。ええやん、ええやん。残り10秒。さあ行くぞ。横谷。団結や。川原、マジ、マジ、マジでラウンジやめます。まあラウンジ別にやめてもやめなくても別に。まあいろいろやってるって言ってたもんね。女優さんもやってるし。私お金ぶっちゃけ余裕あるんで。そうなん。知名度だけなんですよ、欲しいのが。まあ正直お金マジ困ってないんで。え、何 ?1 億ぐらいあんの？まあ、そんぐらいです。どうやってそんな稼いだ？そう。どうやってそんな稼いだ？え、どうやって稼いだ、それ。え？知名度が欲しいです、とりあえず。余裕になった時1億円もらったの、ポーンと。あ、いや、私、昔からもう。別に、女優もお金のために始めたんじゃないんですよ。知名度上げたくて女優やったんで。そう、何でそんなお金儲かったの？なんだろう、還付金とか。還付金？は？税金の。税金の還付金？いや、還付金の中で1億円いかないから。いやいやいや、とか、いろいろですよ。もう夜長いんで。タバコラ？私15歳から夜やってんで。やば。のぞみちゃん今何歳やったっけ？いや、私今25です。15から夜やってんの？そうです。15歳から六本木にいるんで。すごいいな。俺15とかもうゴリゴリに中学、あ、違うわ。高校受験してたわ。え、待って、私、川原さんとタピオカもち、私の友達のタピオカもちこちゃん知り合いっていう。そうなんや。タピオカなんちゃらは聞いたことあるような。私、川原さん、あれなんですよね。まあいいや。うん、いや、まあいいやってね、言えよ。いや、ちょっと、ここでは言えない。は？いや、DM したんですよ、川原さんに。シカトされてるんで、返信ください。は？いや、川原さんと基本無視しないで。何の DM したん？今、C1 3位。とりあえず B ランクに行きたく、とりあえず日韓ランキングに、行かないと、あの人とコラボできないんで。あー、ミスター X さん、おはよう。え、誰か差し込み。てんちゃん、誰お昼休みはウキウキウォーチビクトリー。油断したな。スコア見てた。え、川原さん、私、モカグラムとめっちゃ仲いいんですよ。はい、みんなで感謝します。はい、てんちゃん、ナイス。ナイス差し込み。よくやった。ありがとう。すごいやん。なあ、コメントばっか見てな。バトル始まった瞬間にトイレ行っとる場合ちゃうね。
配信舐めんな。ああ。なあ、貯金。舐めてないです。今日から舐めてない。今日までは投げてた。ありがとう。なあ、その貯金、ね。今日まではだってお金にならんから、配信。なんて、配信お金にならんて？ならん。やば。知名度上げたいから頑張ろうと思って。けど、今フォロワー何人いるの？え、全然。だって、インスタが 4.5 万とかで、インスタでフォロワー100万欲しいから。なるほどね。そう。インスタ、俺1000人ぐらいしかいないわ。まあけど、TikTok 10万4900人いるけどな。え、なんか結構、なんか TikTok で有名な人って、インスタのフォロワー少なくないですか、みんな。それそう、どういう現象なんだろうと思って。いや、なんか TikTok バズりやすいんちゃうかな、動画とかが。ああ、なるほどね。そう。インスタってやっぱあんま、その、女の子やったらバズりやすいけど。ああ、でも確かに、ランカーなのに、インスタのフォロワーは少ないのって男の人かも、大体。うん。そうそうそう。まあ、よっぽどホストとかやってたりとかしたら、うん、結構、あの、フォロワーも多いけど。うん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 。ね。さあ、肩痛い。え、何時までやんの？私、わかんない、うん。眠くなるまで。え、基本、今は何？その、配信以外何もしてないの？配信なんか、ラウンジやってたんですよ。ラウンジと、うん、まあ、ちょっと言えない職業が一番稼げてたんですけど。何やねん、言えない職業ってめっちゃ気になるわ。でも、ラウンジは、なんかマジでただ暇つぶしというか、あ、そうな。ラウンジだって時給3万とかだから稼げないし。いや、時給3万結構もろてるやん。でも、なんだろう。それで、なんか別にお金いらないんですよね、正直。知名度が欲しいんです、本当に。知名度ね。うん。知名度が欲しい。プロゾロが好きな職業。え？その大久保公園とかにいそうな感じですか？ミストポイント10ください。え？バラ10ください、バラ10。え、いや、え、ここに、紹介文に書いてありますけどね。アイポケ所属ってね。てんちゃん。あー、川原さん、バラありがとうございます。もちこと、ありがとう。え、なんで川原社長知ってんすか、ほんで。え、何だ、言えない職業って何？え、アイポケって別に、それ言えるでしょ、別にね。言えます。何、それ、なんかその、いただき女子リリーちゃんみたいなことやってんの？あ、全然、私嘘つけないんで、そういう感じではないです。嘘つくのめんどくさいから。だからその個人でそのカルピスの生産をしたりみたいな？違う。誰かバラナナお願いします、バラナナ。これ配信全然誰も応援してくれへんやん。大丈夫？バラナナお願いします。じゃあまあ一本だけ投げてあげようか、俺が。え？バラ？あれ？ありがとうございます。投げてあげた、優しいから。ありがとう、ユーザー。達成できねえし。達成できない。社長を持ってしても達成できてないやんけ、そっち。やばい。何してんねん。サビ投げぞ。だって B リーグ行きたい。あ、ワクマウマさん、ハートミンありがとう。まあ、お金いらへんらしいから、まあ、配信もね、結果そんな出えへんと思うけど、頑張れよ。うん。いや、配信は、ポイントは欲しいですよ。日韓ランキング乗んないとやばいんで。いや、ね、じゃあお金欲しいって言っとかな、そこは。お金なのか、お金とかじゃなくて、日韓ランキング乗れば知名度増えるから。いや、なんかです。お昼休みは天ちゃん天才。Thank you。だけど、日韓ランキング乗るイコールお金もゲットってなるけどね。まあ、確かに。うん。そうか。え、ということは、のぞみちゃんってさ、あの、中学卒業してから高校行かずにそのままあの、六本木で働いたって感じやんね。いや、大学行ったんですけど、その、体験入店をしたことあるぐらいです。15歳の時とかは。あ、そうなん？で、大学卒業してからキャバクラって感じなんで。大学どこで出んの？大学ハーバードです。本当に？じゃあ、53たす49は53たす49は102。43×74 は？それわからん。さすがにわからん。え、理系か理系どっち？理系か理系どっち？理系です。めっちゃ理系です。そう。じゃあ、水平、リーベイ、僕の船ってあるやん。え、知らない。は？じゃあ、理系で何と何取ってた？え、理系で？え、意地悪しないでください。いや、ハーバードなわけないやんか、だって。ハーバードではないけど、そういう感じ。普通にだ。うん。え、どこ誰か差し込み。誰か、マジ死ぬ。差し込みないで。勝つぞ。気をつけろ、川原社長が。え、誰、誰、え、
気をつけろお前ら、よしくお前バラギアで出してんのお前。え、待って、もちこさんすね。マネーガンで勝てたて。もちこたん、ありがとう。だるいて。え、もちこたん、やばい、やばい、やばい、もちこたん。元ジャングルで一緒だったんですよ、タピオカもちこたん。そうなんすね。そう。同業者か。そうです。ジャングルに3年ぐらい行ったんだよね、もちこたん。ああ、そうなんや、へえ。なるほどね。松山ベイビー、ちょっと、あれしますね、ミュート。うん。1位、もちこちゃんいないとやっていけない。タピオカもちこちゃん、ありがとう。若田さん、あのさん、ブーさん、ありがとう。ちょっと、ハーバードの下りから、ちょっと、ほんまにハーバードというか、その、頭いいか悪いかの判断をします。理系やったやろ？その、じゃあ理系で何を取ってたん？その、選択。だからわかんないわかんない。その話やめよう。いやいや、嘘つくだって。理系なのはガチなの？理系はガチです。高校は卒業して大学も卒業したガチやね。うん。あ、じゃあ、金ちゃん先生おはよう。誰でも知ってる知識ね。はい、じゃあ、二酸化炭素は、なん、あの、英語に直したら C？ なんですか？ CO2。素晴らしい。じゃあ、一酸化炭素は？なんだっけ？ O2？ 炭素だから、それ。CO な、一酸化炭素はな。うん。じゃあ、水は？ウォーター。ちげえって。あ、H2O。あ、そうそうそう。あ、流れで H2O ってわかんだろ、今の。うん。H2O。はい、じゃあ足し算、なんかソロ版でもやってた昔。ソロ版はあんまやったことない。あんまやったことないっていうか、ちょっとやったってこと？一回だけやった。何やそれ、体験でってこと？いや、なんか小学校の時だから覚えてない。大学出てんねやな。出てます。あ、金さん、あー、金さん、おかえり。あ、強い人来たんか。次はのギフトポイント10。誰か10ポイントください。バラ10か、チーム友達5をください。俺も犬飼うってなったら、ほんま、のぞみちゃんのところと同じ犬飼うわ。あの、パイナップルのところと同じ。え、バラない10コイン、50人団結や。スピチャで頼むで、みんな。誰か、あと7、あと7ポイントください。10秒。ナイス、あと1ポイント。あ、達成やったー、ありがとう。さあ、スピチャで頼むぜ。うん。よしけん、けん、けん、見つかれ。ドロロロロ、ナイス。2倍のギフト始まったらお願いします。2倍のギフト始まりました、みんな、お願いします。いくぞ。フラッシュ暗算、何？お願いします、2倍のギフトです。あ、ゆうすけしゃん、出しゅけて。2倍のギフトお願いします。いくぞ。ゆうすけって、配信はないと DM 返せないから。犬を撫でてばかりいる、画面を全然見れていない、トイレばっかり行く、しょうもない女や、勝つぞみんな。トイレは近い。やば。おばあちゃん。おばあちゃん。パイナップル、ユニバや俺の枠で。うん、行きましょう。残り10秒。いや、もう誰かユニバ欲しい。ユニバもらったことそういえばないんやんね。はい、あげてしかない。あ、トシさんありがとう。じゃあ行くぞ。やべ、あ、来てる。あー、お札マシンガン、お札マシンガン、キンタン、ラブ、ラブ、ラブ、大好き。結婚するわ、マジで。すんな。結婚願望ないでしょ。結婚番号、老後一人嫌なんであります。結婚番号って言うてたよ、今。ほんまにハーバードか、自分。あの、週末婚だったら今すぐしたい。どういうこと、週末婚って。ああ、その、ああ、それなら今すぐしたい。ってことはい、あ、でも配信してたらだって彼氏すら無理じゃね？いや、けど配信きっかけで出会いがあって、いい感じでっていうのはおるけどね。私まだ一週間だから出会いないっすね、配信で。あ、まあ、白馬に乗った王子様が今ここにいるかもしれないけどな。誰一人まだ会ったことないです。さすがに一週間だから。ああ、そうなんやね。いや、俺、配信で仲良くなった女の子と会ったことあるわ。めっちゃ楽しい。うん、楽しそう、それも。そう。普通にジョジョ園で飯食って、カラオケパスラで二人でコラボするだけやけどね。配信で。最高じゃん、それでもコラボ。え、それめっちゃ楽しそう。リアルコラボ面白いです、普通に。え、リアルコラボはしたいです。え、今度どうした4人でコラボしましょうよ。リアルコラボ？リアルコラボ。もうええやんや。盛り上がるよ。めっちゃやりたい。もうええやん、ええやん。まあまあまあ。まあみんなで予定ある。いいんじゃない？
なんか、その、加工がある場合とない場合で、うわ、こんな顔違うんやってのもあるからね。いや、私、アスカキララちゃんに実物のが可愛いねって言われましたよ。え、直接会ったことあんの？会いました。どこで？いや、それ今言えないです。なやねん、言えないことだらけやないかい。DM では言えるけど。ポイズンかよ。言いたいことも言えないこんな世の中じゃかよ。秘密ばっかりや。さすがになって、アスカキララちゃんがどこにいたとかは言えないですよ。いいえ、その、だって別に、家じゃないでしょ？家じゃない。うん。髪型ばっか気にしてるけど、そんな変わってないで、ずっと触ってるけど。違う、だから、エクステ取って、エクステのノリがめっちゃついてるからめっちゃ気になっちゃう。あ、気になってさ。美容室行くけど。これガチで買ってさっき飲んだら。誰か、差し込み。勝った。誰か差し込まんけ。勝った。読みます。はい、水亀たこもり。1位、金体ないとやってけない。今日会ってマジありがとう。トシさん、若津さん、ゆうすけし、タピオカもちこたん、ありがとう。おー、銀タングローブゲット、イェーイ。4コラしようぜ。確かに、4コラしたい。うん、誰がいいか。ホストとかとやったことある？ホスト一応あるにはあります。あ、そうなんや。だけど、岸海星くんって面白いかな？コラボしたことある？あ、その人したことない。してみたい。してみたい。じゃあ、岸海星くん呼んでみる。あと、ルイージって人今 2.4K いますよ。あ、誰でもいいよ。うん。まあ、多分その 2.4K って、多分バトルとかじゃないと思うけどね。お、あれ？はじめまして。はじめまして。あ、待って、めっちゃ始まった。ルイージさん、はじめまして。フォローさせていただきます。よろしくお願いします。絶対フォローしないでください。絶対大丈夫です。絶対フォローしないでください。黒沢さん、はじめましてですね。フォローしないでくださいって言われたんですけど。あ、岸海星さん、はい、お疲れ様です。え、ちょっと、絶対フォローしないでくださいって言われたんですけど、ルイージさんに。なんで？ちょっと待って。アミスター X じゃん。あと一人誰か。閲覧多い人。黒沢さんだ。黒沢さんです。え、フォローしないでくださいって言われたんですけど。え、女の子にします？え、はい。任せます。適当に。まあいいや。いや、岸海星さん、はじめまして。お疲れ様です。はじめまして。めちゃくちゃイケメンじゃないですか。いや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 。そんなことないですよ。え、なんかあれっすか？あ、先生ありがとうございます。おはようございます。あ、ひかちゃんさん、お久しぶりです。お疲れ様です。お久しぶりです。プロトロさん、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。おはようございます。ひかちゃんと申します。ひかちゃん、こんにちは。山のぞみと申します。のぞみさん、よろしくお願いします。お願いします。炎上系ね。岸海星さんはあれですか、ふわそれいつきさんと仲いいんですか？岸海星さん、ありそれのプロモートですよ、ね。マブダチ、マブダチ系でやらせてもらってます。あ、そうなんです。マブダチ系なんですね。え、ありそれのプロモートしてません？岸さん。何すか？ありそれ。ありの、ありのモデレーターですね。ですよね。ありさんめっちゃ仲いいです。ええー、すげえ。ありさん。岸海星さん。よろしくお願いします。モデさん、ありがとうございます。僕とふわそれはアリのモデレーターやってるんですよ。あ、そうそうそう。アリソレマジ好き。アリソレ？アリソレ。外国人です。外国の方？アリソレでも負けた2回ぐらい。ありがとうみんな。結構日本語流通。皆さんタップお願いします。アリソレ基本閲覧一人とかなんだけどな。やば。でもまた。そんなことみんなよろしく。初めて4コラ、皆さん。岸海星さん、ちょっと眠くなってきたんちゃいます？確かに。目隠してる。あれ、それ、ザコシショの振りなんですけど、わかんないですか？あ、え、待って。眠くなってきちゃったからの、からの、からの。バラください、14人。あざっす。DJ 長さん、お帰り。14人。カオラちゃん、ありがとう。14人、目指したい。10人。14人、みんなバラ送ってくれ。ローズで勝ちできる。ケダシちゃん、まさかありがとう。あ、よしくんバラムマ。ニコニコちゃんありがとう。みんな頑張る。みんな行き来してください。リジちゃんありがとう。ありがとう。あ、ヘイカもありがとう。さあ、達成しましたね。達成しました。ありがとう。ありがとう。あと二人か。あと一人、あと一人。ありがとう。ありがとう。職員さん、ハトミお願いします。誰かプロソロさんの方行ってバラ投げてきて、誰かプロソロさん。あ、確かに、ちょっと一本ニコニコちゃん、またもありがとう。りょうくん、ナイスよ。誰か仕事できがいた。ナイス。30秒2倍です、2倍。よし。
いやー、フラワーさん、バランバ、青田さん、かきぶりがたい。おー、青田王。いいけど、みんな。さあ、いくぜ。いい勝負やけど、20秒。頼むぞ、ドカン、いっちゃおっか。やべえ、2倍です。ダリー、ダリー、ダリー、やばいぞ。カオラちゃん、バリーね、バリーね。シークちゃん、バリーね、バリーね。2倍のうちに。ナイスシュー。ちょっと、いいよ。いいじゃん、頑張ろうみんな。ほぼ同業みたいな人には絶対負けたくないんだけど、誰か助けて。ほぼ同業だから、ほぼ同業って言われてますよ。いえ、頑張ろうみんな。誰か助けて、助けて。1万ポイント差か。キチさん、今何リーグなんすか、キチさん。僕 A1 です。うわ完璧じゃないですか。なんか僕の枠にね、そのギフト投げていただいて、その説は。どうしようかな。あるんだ、かけら。みんなで素手で行くか。かけない。ケイザットさん。素手で行くか。かけら、あと5個で。あ、今まだランク外なんですね、今ね。始めたばっかしですか。今日全然多分、どこにいるんだろう、僕。あ、まだ 35.8K いるみたいなんでね。あら。ただ42.1K 飛んでますね。ちょっとみんな。誰かもうちょい。僕。全然バトルしてない、まだ今日。あ、ほんますか。へぇ、うん、なるほど、なるほど。あれ、ヒカちゃんさ、僕、いつコラボしましたっけ？誰かお願いします。なんか、焼き魚って名前だったんですけど、ちょっと人間に昇格して、ヒカちゃんになりました。名前変えたんですね。そう、だから、そう。どれやろうって思って。焼き魚さんですか？そうなんです。ヒカちゃんになりました。進化しました。進化なんかかな、それは。進化、一応、魚から。誰か助けて、負けたら今日配信やめよう。あ、やめよう。引退しちゃうって。やばいな。引退して、あの、岸海星さんの店のね、チョコレット2個うん。かよ。チョコラです。チョコラで、すいませんでした。どうぞ。カランちゃん、ありがとう。チョコラ。チョコレット。チョコレット。さあ、行くぞ。任せる。グローブいります？黒園さん。いやー、まあ、グローブでコテンパンにちょっとしちゃいましょうか。ちょっとね。ヒカちゃんもぬくぬく舐めてるんでね、どうしようか、みんな。どうしようか、来るか。対抗できるかな。最後、最後攻めるか、じゃあみんな。最後攻めるか。あんまいらねえわ、みんな。やめて。グローブ来た。やばい。やめて。グロビックありがとうございます。よし、みんな行こう。お札マシンガンは、お札マシンガン、とりあえず。5倍チャンス、5倍チャンス。お札マシンガン。のぞみには勝てるようにちょっとして。ラスト10秒。お、グロビックナイスナイス、いいけど。みんなで行くぞ。ロボさんラスト3秒ナイス、ナイス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 シンガーします、ね、ありがとう。黒園さんに分かった。黙れ、喋んな、お前。聞いてないね。ミュートや。喋んな、お前。はい、すいません。てぃちゃんだけが俺の友達。あざす。青田もありがとう。ピュアタンも、インガンホーも、水上さんも、よしくも、ヘイカも、りょうちも、りこも、みんなまとめて。ありがとう。本当に始まった4コレットのにナイスだよ。石川先生チーム。ひらたし、けいちゃん、りょうくん、マチャール、マーボー、ゆうたん、かわらちゃん、しんごちゃん。9位以降のいいね。ありがとう。ひめちゃんありがとう、ゆうしごとありがとう、みちゃんありがとう、りかもありがとう、へいかありがとう、すずさん、ようよう言ってただけ、さん、ねみねまさん、げんとさん、ありがとうございます。そしてがんちゃん、11.6K 最高です。ありがとう。ナイス。そして全員グローブをゲットしていく、全員グローブをゲットしていく、ナイス。おいしかった、ありがとう、皆さん。いや、きじさん、ありがとうございます。めっちゃ強いですね、きじさんね。やば、強かった。ありがとうございます。すが、やっぱもうイケメンは違いますね。なんか何回か見たことあるけど、ゲーム配信してません、いつも。ああ、壺男最近やってるっすね、朝。ですよね。いつもなんかゲームの画面しか見たことなかった。あ、本当っすか。あれは全然趣味でやってるだけなんで、ちゃんといつも顔出して。基本的にはこのスタイルで、はい。あ、そうなんですね。なんかゲームのイメージがあった。へえ。3回くらいしかしたことないんですけど、ゲーム。え、その時に。たまたまね、出くわしたんでしょうね。そうですね。あと、ライブしてる時に出くわしましたよね。
僕がね。なんすか僕が、アリのモデレーターしてるときに。え、みんなハートに。のぞみちゃん全然聞いてないです。え、なになになに？え、何のさんが大事なこと言ってましたよ。ミルクさん？こっち聞けへんわ。アリさんの配信でのぞみちゃんとは出会いましたねって多分カイセイさん言ったんだと思いますよ。私、アリソレの配信でよく。うん、だから言ったやん、同じことを。聞いてる大丈夫嘘つ大丈夫あ、私、アリソレとフワソレ仲いいから。アリソレさんも知り合った。アリソレさんめっちゃバトルします。その時はよろしくお願いします。4コラしましょう、アリソレさんと。ああ、オッケーです。全然、いつでも。ホストめっちゃ好きやん、のぞみ、お前。いつでも。好きじゃないよ。はどういう、そうなん、うん、面白い人が好き。ということは、じゃあ、岸海星。ひらら様とひかるしか好きじゃないですよ。誰さんと誰さん？ひらら様。あすかひららと、YouTuber のひかるだけが好きやと。はい。ああ、なるほど。じゃあ、岸海星さんは面白くないっておっしゃってるんですかそれ、のぞみさん。いや、まだ、その話したことがない。これ、岸さん、ちょっと、こいつで舐めてますわ。ちょ、一回、ちょ、かましますか、ちょっと、さすがに。ねえ、ありそれとふわそれが面白い。ありそれとふわそれは面白いけど、岸海星さん面白くないと。いや、その、知らないんですよ。配信、ゲームしか見たことないから。やっちゃったな、マジで。ちょっと、OK 押しましょうか、皆さん。ゲーム配信しか見たことないから、キャラがわかんない。ああ、確かにね。どっちですよ、解散でもいいですし。見に来てね、またね。ゲームじゃないときに。なんで忍者はさ。なんかゲームのイメージしかなくて。なんかふわそれとありそれのことはすごい評価上がってるけど、どん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 岸さんの評価下げていってない大丈夫え、じゃあ会ったことないんですよ、ゲームしか。そろそろさ、また来るけん。来てるね。一旦解散しますよ、皆さんね。うん、ありがとう。ありがとう。ありがとうございました。はい、じゃあ、どうも。はいはい。山田ちゃんと白浜さんのリスナーさん、ありがとうございます。カチャカチャしてたな。カチャカチャしてたわ、とりあえず。ああ。そう、さっきのこのルイージってやつ何なん？こいつ、マジで。ルイージってやつ何なん？ルイージってやつ何なん？こいつ。映ってない。どうも、映ってない。大丈夫。こんにちは。こんにちは。あんまり声バレないようにしてね。こいつ日課にも乗れてないのに、なんかすごい偉そうやけど、これ、ね、どういう面なんこれ。うん。ピアタバリ笑うてるけど。どういう配信者なん。まあ別にいっか。急に切ったから、ね、態度なあ、あいつやばいな。しょうもない。思んなかった。どうしよっか。11時か。まあなんかね、コラボしたいやつもいないしな、今な。まあ別に終わってもいいんやけど、チョコさん。もう4人しか見てないこの配信なあ、ピュアタンなあ、あのぞみたっても盛り上がらなかったしな、チームあるかやっぱり。チョコさん、もう4人しか見てないこの配信なあ、ピュアタンなあ、あのぞみたっても盛り上がらなかったしな、チームあるかやっぱり。ああ、そうな、ピュアタン、ピュアタンも配信、友達いないの？いや、友達はいます。すごい。友達はいるけど、チーマルとコラボするのが一番盛り上がる。どこも盛り上がってないよ、私たち。何ちまちま飯食ってんねん、お前っせ。いや、石垣のチョコレート。え、これ食べたことある？石垣島の？石垣の塩のチョコレート。なあ、どこに売ってんの？それ、沖縄？石垣島。僕が生まれたのは石川県ですわ。バリ受けてるやん。めちゃくちゃ受けてるやん。今、石垣島って言うかなと思ったら、ちょっとうまいやん。本当に？ほんまに石川県。うん。ええー。石川県で生まれて、で、神戸大学に受かったから、神戸、兵庫県に引っ越した。うん。ちまるどこで生まれた？私生まれたのはどこですか？沖縄ですよ。ほんまに？ほんまに。今はどこ住んでる？福岡？うん。やば。だから、色黒いやろ？いやいや、白いけど。倒してる。うるさいって、ほんまに。ちょ、お前も、あーって出してみ。あーって出してみ、お前。どういうこと？あーの叫びの音出してみ、今の。もう一回して。違う違う違う、エフェクトであるでしょ、そこに。
ああ、自分、あ、私がしてってことね。うん、だからそっちの叫びはうるさいけど。声出してってことだ。来いよ。もううるさいよりおもろいが勝つんやけどね。どう俺はおもろいけどね。さあ。さあ、2倍です。49投げつつ。いくぞ。勝つよ。けどさ、チーマルさ、プロスロットしかやってないんだけど。いや、そうしんな。マジで、プロソロからしか懇親性。いや、嫌な。10ポイント。いや、嬉しいよ。何それ。嬉しいよ。嬉しいんか。自分から行けや。普通に。さあ、10コインでーす。行ける方募集中。ありがとう、バラニエトン。バラ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 。バラ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 。あと1本、ナイツタッチ。どこ？えい。今日みんなプロソロしか見てないな。大丈夫だよ。見上げればもう。やばい、あと3ポイント。熟女さんばら。すげえ名前だな。ありがとうな。ちょっとにやけんのやめて。え、いやいや、だって名前面白いでしょ。言っていいんかなってなるし。熟女さんって。やばい。うん。2倍。さあ、2倍でーす。さあ、1000コイン以上でフォローしてまーす。勝つぞ、みんな。40代に団結、団結、団結。でもさ、10コイン、10コインじゃないわ。1000コインでさ、フォローしててさ、1000人ぐらいしかおらんのや、意外と。あー、そうやな。そうなんや。え、何人フォローしてんの？ちまる、結構おんねんけど。めちゃくちゃフォローしてるやん。1968人いる。うん。え、なんか条件あんの、フォローの。ずっと毎日来てくれる人めちゃくちゃおるな1968人毎日来てくれて今同説何人なん35人これでもね自分のさ好きなやつとかフォローしてるんだよこの配信者じゃなくてとかさあーあるなそれそうそうそう2倍です肩痛くなってきた寝るかなそろそろおお、さあちゃんズキュンドキュン走り出しさあちゃんありがとうなキャバクラやってんだよ。ちょっと見てみよう。あ、そうなの。さあ、受験さんよかったなぁ。助けてくれる方いらっしゃいませんか？あとミーからでもとっても助かる。いや、普通に可愛くね。え、もっとなんか、ふくよかな女性を想像してたけど、普通に可愛いじゃないですか。え、なんすか？プロソロ失礼します。プロソロすぐ外すよ。私2回フォロー外されて、返せなかったからすぐ外された。どういうことは？だからプロソロから2回フォローされたけど、その、うん、その方がフォロー返さなかったらすぐ外されたって。誰が言ってんのそれ？うちの姫が言ってます。うちの姫が。リズさん？はい、うちの姫が言ってます。え、いや、フォロー返したらいいやん。なんで返そうなの？返したくなかったんじゃないかな、やっぱり。いや、それはフォロー返ってこんかったら外すやろ、そりゃ。なんか、どうしよっか。はい？トロポン誰にシェアした？さあ、みんな勝つぞ。さあ、せマネーガンがペーン言っちゃってますから、ちょっと早いかも。差し込まれるかも。ほらーマネーガズくんの犬かわいいけど入ってないメンバーレベル31おめでとう入ってないやったーバビー入ってたら勝ってたかもしれん、カズくん、久しぶり。何言うてんの？カズくんの犬が止まらへん。パピー MVP が。何？負けた。いやー、さあちゃんさ、すいません、めちゃくちゃ可愛い。ってことは今、サブアカで見て分かりました。プリコーともバトルしてたみたいですね。仲良くしましょう。まあ、ちょ、僕は勝てた時の、その先行以上だったらフォローするっていう、まあ、条件でやってるんで、まあ、よかったら、ガツまで戦おうや。だけど無理なさないで大丈夫です。いや、ほんとありがとうございます。すいません。負けちゃいました。ごめんなさい。家族もごめんな。めっちゃ投げてくれたのにな。ピアタもね、ありがとうな。うん。まあ、暇やったも全然もう無理せんでも、ね、見てるだけでも大丈夫。ありがとうな。みんなまとめてさせ。ちくしゅう。ちょっと遅刻だ、お前。ねえねえねえ。何回すんの？もうこれさ、プロソロでできた6年生。審査員選挙しました。ねえ、もうさ、ほんと早くやれ、OK 押せ、お前。さてんって、もう、勝てんと思ってんの、
もう7連勝だったら帰るからな。え？ん？ 7 は中途半端から10ぐらいまでは付き合え、さすがに。10までいかんと思うけど、10まで。10を上限しよう。10までお前が行ったらもう今日は絶対とつらへんよ。約束するわ。10連勝まで。もし10まで行って、そう、もし10までお前が行ったとしたらもう絶対とつらへん。うん。何回すんの？ジュアル。やっぱり連戦や。きついな。おはよう。パピおはよう。今日ね、プロゾラがずっとチーマルのこと好きみたいでさ、ずっと誘ってくんの。別にお前のこと好きじゃねえよ、全く。いや、ずっと返してくれんの。チーマル帰るなって。それはお前が、いや、弱いから、うん、勝ちたいなと思って。ただそれ。弱いって言いながらさ、今これだって、それ、チーマル3回勝ってたな。引き立ててあげてんの。僕は日韓ランクインしてます。あなたは日韓ランク外です。ね、H リーグですか？ H リーグなんですか？じゃあ。何リーグですか？A3 リーグ出したから A3 リーグです。もうね、ジョーのゲーね。俺、ジョーのジョーね。うん。で、その違いあるんすよね。うん。うまーい。僕は日韓1位に1回輝きました。助けて。今まで日韓1位取ったことありません。ね、そういう問題なんですよね。うん。さあ、みんなくそ。こいつは舐めてるわ。は？何月何日？いつ？去年1回だけ。去年の何月何日？何M で？ 6月8日何 M で？いや、1位取ったことないって。2位しか、2位3回やねん。2位、2位、2位やねん。違う、2位、3位、2位やねん。1位何ねん。1位は取れない女か、お前は。そう。ああ。俺はもう1位も2位も3位も山ほどあるわ。しょうもない。さあ行くぞ、みんな。だけど、チームマルに勝ってないじゃん。ねえ、ちょっとしないでしょ、これある。お前がやってみる、同じような音奏でてみろよ、じゃあ。いいよ。連打するいや、お前、俺と同じやんけ、それ。お前、ふざけんなよ、マジ。うん。うん。もういいって、しょうもない。小学1年生か遊び。さあ行くぞ、63に団結や。ねえねえねえ、これさ、スピチャルないやつじゃない？もうプロソロが面白くないから。関係ねえから。AI だから。2分25であるんちゃう、多分。ほら、なんや。プロソロのせいや。2分15でもあるパターンあるんちゃう、もしかして。でも最近そんなの見たことない。うん、ないか。じゃあやり直すか。終わった頃に来るね。ねえ、やめて。え？何やってんの？お前の練習は聞いてない。俺が切ってあげたから大丈夫。お前は、コインが全然、いや、増えただけでしょ？6に増えたでしょ、練習。あ、増えてないか。7なってないで。だから俺が切ってあげたからよ。違う、6のまんまやで。7になってないで。だからお互いにあんまギフト飛ばんかったからじゃん。そういうこと？うん。肩痛い。どんだけチームマルに勝ちたいねん。いや、そりゃそうっしょ。格下に負けんの一番ムカつくやんか。格下だって。東大生が小学生と計算対決して負けるような感じでさ、もうだるいからさ。じゃあ、チームマル、クイズや。うん、楽しそう。算数とか、社会とか、理科とか、何が一番得意やった？算数。ほんま言ってる？お前算数得意とか俺の目の前で言ったらバリムズい問題出すぞ。じゃあ、それは無理やけど、その中だったらっていう流れや。はい、じゃあ、三角形があります。はい、じゃあ、底辺が4センチです。高さが6センチ。面積は何平方センチメートル？ 24。ちげえよ、お前割る2しろよ、ちゃんとお前。底辺かける高さ割る2だろ。12。お前、底辺かけるそういう高さもうそれ、長方形やから。どういうこと？は？で、4センチと6センチ、6センチ24割る2と12やろ？うん、けど2で割れてないから、今、4×6 の普通のこのね、ね、四角形の面積を求めちゃったの、要はあなたは。な、得意とか二度と言うなよ、マジで。さあ。だって、その中だったらって言われたもん。はい？その中だったらどれが得意？その中だったらってどういうこと言ってねえや、お前、しょうもない、マジで。10コインや、みんな行くぞ。ピアタこれ。ほら、もうくれんくなった、みんな。ほら、もうプロソロが。10ポイント足りるわけねえだろ、九州大学ゴラピュア。10ポイントいけるやろ、さすがに。いけへんかった。さあ、みんな行くぞ。
そっちも行けへんかった。はい、じゃあチーマル、はい。算数、数学は得意じゃないの？数学はね、数学は得意だったよ。はい、じゃあ、x 二乗イコール9を解いてください。x の2乗イコール9、はい。もう本当に覚えてないんだけど。なんでやねん。解き方は？いや、解き方もクソもないでしょ。公式だから。x 二乗イコール9は ?x イコール3。いや、プラスマイナス3な。マイナス3を二乗しても9になるでしょ。ああ。一問も答えられていませんけど、大丈夫ですか？覚えてないよ。でも、チーマル数学5やったで。5段階評価で？うん。だって100点やったもん。うん、100点。学年トップだった。学年トップがなんで間違えてんの、今の問題。え、もうそれはもう短期集中型やから、もう昔の記憶ないねん。じゃあ、3の3乗は27。ええー。やるやん。やった。やった。はい、じゃあ、どうしよっかな。次の問題。数学の問題な。高校は行ってた？行ってるわ。はい、じゃあ、x の3乗を微分してください。微分って何？目を早い。ほんまに行ってない、行ってないやんけ、それ。え、微分って何？微分知らんの、お前。うん。やば。高校行ってた？大学まで行ってる。四大卒業してる。いや、微分は分かるよ、さすがに。積分は？なんか聞いたことある。え、文系やったん？え、理系だった。理系だったんだけど。注意なんで。じゃあ、水平、リーベ、僕の船のね、元素表知ってる？はい。水平、リーベ、僕の船。ナーマグシックス。ナーマグシックス。ナーマグシックス。長曲がりシップスクラー空かな？長曲がりシップス空楽。うん、いや、空かな？か。じゃあ CA は何ですか？ CA は。はい。カリウム。カリシウムだよ。カリウムは K だろうが。ね、うちらさ、漫才組めそうじゃない？ボケ担当、ツッコミ担当で。M1 一回戦敗退でしょ、こんな思んない。いや、わからんよ。意外とみんななんか、つぼるかもよ。もうギフトが飛んでないねん、まず。ニコリーとネイチューさ。最後、このまま7連勝にしたいところではある。惜しいってみんな差し込み頑張ったうーわパピーグラムゲットそれで全部入ってた買ってたよこれうわータコさんはじめましてかなありがとうごめんね、アイリちゃんの方でね。うわぁ、ピアタンも家族もごめんちくしゃーパピーなかったらよかった。いや、間違いない。パピーなかったらよかったわ。しっかりしてくれ。いや、ほんとに怖い。お前、そっちうまいな。差し込み、プロだから。パピー、ごらん、お前、友達やるが、こっちにも投げろ。ふざけんな、お前。プロだから。もう、何回すんの、ほんまに。7連勝中途半端やってたから。10になったら返してくれんの ?10 までいけるかどうかが楽しみだな、来いよ。あとみんな行っちゃう。はい。じゃあ、さっきの元素表のね、続きのクイズですよ。はい。うん、楽しい。楽しいよな。はい。水平、リーベイね、ありましたね。はい。LI。はい。LI は？はい。LI って何？ LI だよ。あ、LI？L と I だよ。こいつほんま理系やったんか、こいつマジで。リカリウム。ないよ、そんな物質。あリシン。リチウムな。リチウム。30% マチマチ。逆に問題出してこい。知ってる知識で。逆に。じゃあ、アジアでなんとかニスタンってつく国が7個あります。急に社会になってるやんけ、お前。まあいいけど。はいはい、7つね。はい、ニスタン。うん。
アフガニスタンとかそういう、そういうところの、アフガニスタンがあるところの、なんとかスタンがつく国名を3つ答えなさい。パキスタン、ウズベキスタン、あ、けどアフガニスタンってもう言っちゃったもんな。アフガニスタン以外にまだあるから。パキスタン、ウズベキスタン、うわ、けど俺社会弱いのよね。いい問題やな。あ、2倍パキスタン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 今一番最初に言ったやん。トルクメニスタンか、佐藤ちゃん。ほら、やべえた、笑ってる。俺、社会弱いねん。お、やるやん。ええやん。社会結構すごいやん。あ、ちょ、2個しか言えんかった。てか、アフガニスタンって言うからやんか。アフガニスタン絶対バレるやん。バラバレちゃう。バレしか言ってなかったらバレへんよ、こいつ。ムカつくわ。こいつ、だるいわ、やりよったら。カザフスタンがあります。カザフスタンか。いや、やられたわ。社会に出してくんねん、お前。ああ、けど面白いし、勉強になるから、ちょっとまあ、これ2倍終わったら。おい、ちょ、2倍いけ、お前ら。出してんよ、お前。ちょっと2倍ナイスだよ、みんな。ありがとう。みんな昨日までの勉強が役に立った。やられたわ。社会、俺、世界史とか地理とかめっちゃ嫌いやったよ。ああ、面白い。いくぞ、ペソ、ガンガリガンガリ。ペソ、ナイス。ちょっと、マウント取れるわ、チーム。ああ、マウント取られたわ。マウント取れる。よっしゃ、みんな2倍だ。ミスはすごいな、俺、ミス。マウント取れる、これは。あ、そう、みんな行くぞ、2倍や、やられたわ。赤っ端かいたわ。くそ、俺、チリ、チリ苦手すぎて、あの、倫理整形取ってたからな、俺。浪人してた時。浪人したの？浪人した、うん。あ、そうなんだ。行く時に浪人した。さあ、2倍です、集中しよう、みんな。ああ、面白い。赤っ端かいたわ、畜生、馬鹿にしてたわ、馬鹿にされたわ、逆に。やったねー。くそ、世界あんま興味ないからな、俺な。さあ、行くぞ。いや、でも答えれたじゃん。答えれたけど、三つはいけんかったな。アフガニスタン言われたからな。うん。結構知識ある方なんやけどな。ちょっと問題が。いや、みんな行くぞ。頼むぞ。はい、じゃあもっと伸ばして。もっともっと伸ばして。まだフォローされてない方は、1000コイン以上で勝てた場合にフォローさせていただきますんでね。よろしくお願いします。残り10秒。残り5秒。勝てる。今のヒットコース。いや、佐藤ちゃん、ローザじゃ足りひんて。なしてね、お前。配信つけろ。なしてね。もう気をつけて。社会のちょっと来いよ。社会の。じゃあ、じゃあ、アジア編ね。アジア嫌いやわ。つけてくるわ、ね。じゃあ、三つとかきついとか、きついから一個だけでしてな、うん。いいよ。あ、じゃあ、だからアジア系の勉強ね。じゃあ、うん、アジアの中で一番面積が広い国は中国ですが、二番目に面積が広い国名はどこでしょう？モンゴル。ブブー。え、どこ？インド！ブブー。うわ！アジアでしょ？ロシア？ロシアちゃうな、中国。あ、ブブー。ちょっと待って、アメリカではないしな。アジアやもんな。え、どこや？ちょ、何回も言うのずるくない？何回も答え言うのずるいでしょ、どう考えても。わからん。はい、答えは？カザフスタンだよ。むずお前、きっちいな。お前、アジアのクイズだけ強えな。算数の面積分からんのに、なんか地理だけ強えな。おるよな。偏った知識のしょうもないやつ。うん、あ、面白い。他来いよ。答えられるやつ頑張れ。また分かった。うん。ピアタンやられた。じゃあ、ミャンマーの、こうミャンマーってこういう形やねんけど、ミャンマーの下にある国は何でしょう？タイ。はい、ブブー。違います。ミャンマーの下。フィリピン。ブブー。ミャンマーの横がタイやで。ミャンマーの下。あの、繋がってる。うわ、ね、わからんよな、ピアタンな。ラスト5秒、ラスト5秒、ラスト5秒。ちょっと、頼むぞ。ナイス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 パピー。よいしょ、8連勝あと2連勝で帰れんで、みんな。うわ、ミュートや。ごめんね。もう。カズくんごめん。佐藤ちゃん、ピュアタン、タンさん、ペソ、みんなごめんな。これもう、一撃でドカン行くやつやな、これな。ああ、面白い。ムカつく。チリ全部間違えてんねやから、俺。ちくしょう、お前もう一回や。もう10連勝で帰るからな、ほんまに。ええけど。ああ、チリばっかりやん、お前。チリでいいって言われたもん。うん、
タイやないの、さっきの。いや、カザフス、ん？いや、どこやって、さっきの。ミャンマーの下。マレーシア。マレーシアか。うわ、きついな。じゃあ、アメリカの首都はどこでしょう？え、待って待って、アメリカに行くんだ。うん、アメリカの首都？え、それ何？引っ掛け問題？引っ掛けじゃないよ。いや、言ってみ。え、なんか引っ掛け、ちょっと待って待って、一旦みんなにさ、え、これ引っ掛け問題だと思う。え、なんでそんな話早く答えろよ。俺秒で答えたやんか。同じその地理でさ、な。あ出してあげてんねんから早く答えろよ。家族仕事行っちゃうの。買って返しないと。アメリカの首都、ワシントン。ワシントン。やめてやめてやめて、やめないで。ワシントン DC です。ワシントン DC です。お疲れした。うざー、ほら、そういう、こういうことやねんな、ほんまに。え、なんか105点取ってるやん、なんなん。カズくんが今、もう一口ひげを投げてくれたんだぜ。カズくん大好き。ねえ、見てなかった。カズくん。勝ちませんか。いや、じゃあ、チーマル。はい、じゃあ、オーストラリアの首都は。え、なんかまた引っ掛け問題だな。オーストラリアの首都みんな。忘れたからね。あ、思い出したわ。はい、オーストラリアの首都言ってみ。ちょっと言って、誰か。54310。はい。もうちょっとありがとう。ブープー、シ、シ、ド、ニーではなく、キャンベラだそうです。キャンベラって書いてる、こっちもコメント。くっそ。え、それ、ダンス、リスナーさんが問題出してるでしょ、絶対。すげえわ。あ、じゃあ、はい。じゃあ、日本の、な、都道府県の県庁所在地クイズしよう、じゃあ。県庁所在地って何？県庁所在地や。するか、県庁所在地って何？だから、なんで知らへんねん、お前。あずがめっちゃ詳しいくせに。県庁所在地って何？石川県は金沢とかね。あー、うん、知らんわ、多分。やってみよう。こいつマジで。やってみよう。あの、東南アジアしか得意じゃねえじゃん。うん。東、お前、地理得意だと思ったら東南アジアばっかりやないから。な、ピュア。ね、待って、うちら結構多分面白いよ。うちら結構面白い、これ。まあ、面白いな。お互いにあの、偏ってるからな、知識がな。面白いな。ドイツ子お兄ちゃん、おはようございます。120ポイントいけるかな面白い、本当に。マジでもう低レベルすぎるよな。お互いに、お互いのこと全然わからんもんな。クイズ答えられへんもんな。全然答えられへん。ちょっと120ポイントでかいやんか、パンちゃんシャンダオナイチューみんな行くぞ、2倍や。ちょっとあと19ポイントお願いしますこいつ連勝してるから、連勝からやると終わられへんからな、行くぞ。ナイス、あと2ポイント足りひん、うん、2ポイント、2ポイント、ポーキャンナイチューいける、みんな。きつ、は、はい、やる気ないや。やる気ないわ。終わったわ。あ、面白い。はい、クイズ出せよ、お前、クイズ。あ、ナイツテナリーエイドーんーナイチューあー、クイズか、そうだなぁ。なんかあるかなぁ。え、なに、その、世界地図とか、そういう、地理系が好きなの？地理系好きかもしれない。ああ、まあ、じゃあ好きなやつで出してこいよ。はい、わかった。じゃあ、あ、2倍終わっちゃった。何しよっかな。知らなさそうなことにしないと答えられるからな。いや。誰もが知ってそうやけど知らんのが面白いんやから。じゃあ、その算数で出してこいよ。俺だって三角形の面積、お前さっき出して間違えたから恥ずかしいでしょ、それ。うん。地理うち一番に、あー、ピアタンそうだよ。俺も地理めっちゃ苦手やった。じゃあ、算数の問題出してこいよ。算数の問題出されへんだって頭いいの知ってるもん。いや。じゃあもう理科の問題出してこいよ。理科？さっきのやつ。じゃあ、これ、この指のあれは何でしょう？フレミングの法則。の、親指から。お前知ってんの？うん。電流、磁力。あ、ハートミーのやつ？力。電磁力でーす。ちょ、ラスト30秒やでみんな。電磁力やで。電磁力。電流、いや、磁力でよくない？確かに。電磁力も磁力も一緒でしょ。うん。まだ英語の方がいい。な、英語のなんかクイズむずいよな。残り10秒差し込みや、お前ら！こいつの練習取るぞ。大きめにいっとこう。クジラとかいっとこう。いや、無理や。クジラ来たらやばい。練習狩りや。ダメだー！ナイスー！やったー！うわー！あ、31レベルハートミーナイチュー！
MVP、MVP、たーまちゃん。たまちゃん、ありがとうございます。ナイチュー。そして、たてたて、ピコピコハマゲチ、トルポン、ピコピコハマゲチ、ポンちゃん、ナイチジャブちゃん、ありがとう。タップタイランフゼーナイス。あの、約束の10連勝、次でなりますが。それは最後に俺が阻止する。地投げはかっこ悪いからやめてよ。無理。ちょっとさ、水飲む。水？何気合入れてんねん、お前。最後だってさ、これ10連勝。じゃあ、ねえ、そのさ、地投げはマジでさ、ダサいからやめて。ちょ、みんな行くぞ、ガチで。ああ。はい、じゃあ、ちょ、なんかはい、じゃあ、このタマちゃんはさ、いつも応援してくれてるタマちゃん？違うタマちゃん？だけ教えて。理系の問題出してこいよ、理系の問題。一人だと勝てない、一人だと勝てないじゃんって言われてる。あ、チーマルが？俺が勝て、どういうこと？わかんない、チーマルがかもしれない。みんなごめんね。ありがとう、タマちゃんのおかげで勝てた、ありがとう。10連勝、これラストバトルになるかもしれんぞ。これで俺がお前の連勝勝ったらまた続くぞ。ねえ、なんでもう本当にもういいって。もういいわ。じゃあラストな、これ。勝っても、負けてもね。うん、まあでも面白かったけど、プロソロとの問題は。クイズな。そう、物理も好きなんだな。じゃあ、フレミングの法則以外に、はい、ちょ、出してこい、なんか。理科？もう何でもいい。もう社会でも、うん、まあ、理科でも何でもいい。何でもいいよ。地理だったらいいよ。じゃあ、早く出せよ、じゃあ、地理。はい。来いよ。じゃあ、ミャンマーの左上の国は何でしょう？ミャンマーばっかりやん、こいつ。ミャンマーばっかりや、お前。ミャンマー、青茶肌れの。左上の国は何でしょう？聞いたの？インド、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 インド。違います、違います。何？ブータンです、ブータン。知らんて。じゃあ、ブータンの下の国は何でしょう？わからん。わからん。どこ？バングラディッシュです。こいつさ。はい、10ポイント、10ポイント。ケンちゃんキュンキュンです。行くぞ。ピュアタワー。はい、10ポイント、10ポイント、みんな。知識の幅がこいつ狭すぎるのよな。じゃあ、国語でもいいで。ちょっと一回10ポイントみんなでやってほしい。みんなで10ポイント。10ポイント。半分とか知らなさそうだけど。ただ、何回になりたい？ワン、ナイチュー。はい、じゃあ問題な。国語ってクイズ難しくね、うん、はい、問題です。まあ、魚辺に、豊かって書いて、なんて読むでしょう。うわ！船。はい、違いまーす。ハス。はい、違いまーす。うわ！何やったっけ？忘れた。あ、ハモか！そうでーす。あー、わからんかったわ。ハモね。ナイス！うわ、こいつやるな。ちょっとみんな行くぞ。これラストバトルだから、ちょっと気合い入れていこう。キータン、今キャーやっていけない。はい、キータン、キータン。もうすぐ10連勝。やらいらんて、ピュアタン。やってるわけねえだろ。はい、元気出していこう。はい、元気出していこう。はい、チーマルチームでプロソロ倒そう。元気出していこう。いや、魚辺のハモはむずいな。ナイスキータン、やった。じゃ、魚辺に占う。占う？アユ。来いよ。はいはいはい。じゃあ、行くよ。じゃあ、魚辺になんか青みたいなやつ。サバ。はいはいはい、はい。じゃあ、魚辺に弱い。え？魚辺に弱い。うわ、魚辺に弱い？弱いってこれ？この、うん、これ？イワシ。イワシ。おー、はい、おーイワシいいね。じゃあ、魚辺に自慢のマンの右側。うなぎ。おー、いいね。魚辺に、有明海のある。待って、有明海わかんねえ。有明海の？有効の有。あるって字？ありなしのあり？マグロ。来いよ。あ、じゃあ、魚辺に土二つ。鮭。鮭。はい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 、はい。じゃあ、魚辺に、何しようかな。むずいやつ。魚辺が出てこんくなってきた急に。魚辺に、魚辺が急に、いや、ちょっと問題出すのもむずいな。知ってないとわかんないな。どうしようかな。あ、面白い。魚辺に、もう出てこん、魚辺に。じゃあ、チーマルの番でいい？チーマル来い、うん。じゃあ、魚辺に、泡。泡でなんて読むでしょう。泡？
あの、三千。アワビ。くそ。じゃあ。みんな、ありますかね？魚辺に、あの、シワスのシス、シワスのシ。え、シワスって何？シワスってあの、12月。あ、教師のシ、魚辺に、教師のシ。グラムライスやばい、グラムライスグラムライス俺もわからんねんけど、魚辺に。頼むぞ、レンだよ、お前ら。立たせて9連勝から10連勝。10連勝かるぞ。魚辺勝負、これは。お願い、ここで、終始がやばい、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 いったなー、うわー、惜しい、やったー、あおいー、うぃー、金魚の雨が、バラバラ、あおい、いったなー、金魚の雨が、バラバラ、差し込み勝ちだ、うますぎる、びっくり言うたんだぞ、ダメ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 、10連勝が来た、危な、2人ともいなかったら負けてた、うわマジ悔しい、ユーザーさんうなぎやんかこれ、ギリギリや、ユーザーさんはじめましてフォローしました、やば、ユーザーさん強すぎ、2人いなかったら負けてた、エンちゃんもグラムゲットおめでとう、ユーザーさんありがとう、フォローした、友達になろう、ピアタンもありがとう、そしてなんもないっす、確かにビクトリー、ピアタン、これすごすぎるな、ありがとう、すごすぎる、これはありがとう、待って、悔しい、待って、何点差 ?152 ポイント差。何 ?152。もう152ポイントで負けたの、マジで。うわ、ガチ気持ちいいんやけど。うわ、葵ちゃんとね、ユーザーさんのね、前田敦子公式絶対違えんだけど。前田敦子公式っていうアカウント来たんやけど、こいつがアイコン金太郎になってるわ。だる。一瞬めっちゃ焦ったわ。ね、すごいよね、ピアタン。ああ、悔しかった。負けました。で、魚辺に、教師の詩って書いたらなんて読むねん、結局お前。教師の詩って、どっちもこの、これうん、なんかその、追うみたいな字や。魚辺に教師の詩。ヒント。ヒント。俺も、リスナーさんが問題出してくれたから分からへんのよな。あ、そうなんや。うん、ああ、そうか。出たわ。はあ、分かった。今分かった。ヒントちょうだい、ヒント。ヒントは？よっ。うん。久し。どういうこと？ユタさんを。ブリ。いや、それ久しまで言ったら分かるやん、ブリ。久しまで来たらブリってわかるよな。ユーザーさんありがとうございます。いや、分からんかった。いや、何カッコつけてるんかなと思って。久しぶりしかないや、そんな。ヒント出すぎた。そっか、ブリか。出てこむよな、なかなかいきなり出されたしな。ピアタン。ユーザーさんもな、面白いな、これな。いや。じゃあ、魚辺に、サト。来い。出てこんな、なかなか問題でな。はい、じゃあ、ピンポン。さんずいに少ないに、下が魚で何て読むでしょう。は？さんずいに、少ないに、魚で何て読むでしょう。はむず、何それ、これ、魚編じゃないかな、もしかしたら。何それ。でも、魚がついてる、ちゃんと。さんずいに、上がさんずいに少ないに、下が魚。え？さおり？さより？ぶ。何？はぜ。さっき自分で。ハゼ？は？むず？カニ？いや、吉野さん、カニじゃねえよ。は、むず？いらんわ。魚辺に葉っぱ。は？酔うとことか。は？むずくね？魚辺に葉っぱってなんて読むのかな？マジで知らんねんけど。魚辺に葉っぱってなんて読むの？え？カレーらしいで。カレー？知らんわー。じゃああれはカレーのお友達は反対側はヒラメはなんて書くの？よくヒラメは知ってんな。ヒラメ、漢字。気になる。カレーはさ、葉っぱでしょ？ヒラメは？ああ、魚辺に平らやって。うん。はい。ヒラメ。ヒラメ。魚辺にね。お勉強になるね、プロソロ。いやけど、知識が多すぎて、もうごっちゃごになって覚えられてないと、多分。うん。あれだね、魚辺ね。あ
いや、おもろいな。これ結構おもろかった、今日の回は。なあ。魚へんにねん。ん？魚へんにあの、ねんじる、ねんずるのねん。おピュアとする、ね。あー、待って、それなんか見たことある。絶対知らんわ、わからんかった、マジで。魚へんに、これでしょ？ね、ねんを押すとかね。念仏のね、念仏のね。生ず、生ず。え、わかった。え、すごい、やば。生ず？魚強いな。魚と東南アジアだけやん、強いの。で、三角形のね。ほんま知識の偏り、えぐいで、それ。ほんとに、仕事してきますね。ありがとう。ほんとに、たくさんありがとう。いや、けど、ちょっと盛り上がったな、おもろかったな。え、めっちゃおもろかった。じゃあ、最後に、一個言うな、じゃあ。うん。アジアにイランっていう国があんねんけど、イランの左横は、何でしょう、うん、なんやろ、どこやろ、むずいな、どこやろな。いや、絶対調べてるやん、今。絶対調べてるやんか、絶対地図でアジア調べてるやん。アフガニスタンかな。いや、アフガニスタン右や。イランの、左？イラクや。そうです、正解です。だからさ、知識の幅が狭いのよ、お前。狭く深すぎるんだわ。普通広く浅くなんだよ。なんか専門知識みたいになってるから、それ。え、待って、今日結構神回だったわ、おもろかった。神回じゃ、最後の10連勝のあの借り方やばかったでしょ。いやー、うまかった、マジで。あれやばすぎたわ、もう俺んところ団結してくれたわ、みんなが。しかもさ、ちゃんとさ、積み立てたのを最後借り取るのがいいよね。そのなんか余裕を増しといて、最後が。確かに。面白かったです。まあ、本当はもっとやりたいけど、まあ今日のところはこれぐらいで勘弁してやるわ。うんうん、面白かった。じゃあまた、知識の共有しに遊び行くわ、今度。ありがとうな。ありがとうございました。リスナーさんもありがとうございました。ありがとう、マジで。じゃあ一旦ね、帰りますわ。あたした。おやすみ。はい。おやすみ。はい。いや、みんなありがとう。盛り上がってね。どうするよ、あんだけ気持ちいい勝ち方したらもう終わる、マジで。みんなももう終わりたいっしょ、あんだけ気持ちいい勝ち方したらね。まだ見たいってやついる？ね、もう、終わろっか。なあ、10連勝狩りでな、気持ちよく終わりたいでしょ、みんなね。よし、じゃあ、また見てくださってる方々にね、感謝告げて終わりたいと思います。1位はユーザーさんです。ほんま差し込んでくれてありがとう。ね、ランオフの方もね、最後かましてくれてね、ほんまもう、2人がいなかったら負けてたからね。ね、最後の最後、絶対に負けられないタイミングで、ほんまにギリギリ勝つって一番かっこいいから。ありがとう、うなぎさん。うなぎさんって言おうかな。ありがとう。ぜひね、フォロー返してもらえると嬉しいです。そして、てんちゃん。ありがとうな、てんちゃん。またサングラスでいっぱい遊ぼうな。はい、ビアタンも、おー、まあ、またその勉強しようぜ、一緒にな。センキューな。大学な、頑張ってな。佐藤ちゃんも、配信始めるやったっけ？まあまあ頑張れや。まあ俺は結構もう配信やったからな。うん、キリアもいつもコメントありがとうな。ヒラも T28 もありがとうございました。うん。6時間配信したね。終わりたくない。ねえね、佐藤ちゃん。ねえ、片付けくれんのか、ほんなら。何時からやってんの？6時間5分やってるから、今11時45分でしょ。5時40分からやってるな。サブで連勝狙ってたんや。いや、あいつ強かったよな、マジで。ほんまやばかった。終わりたくないって何？もう配信つけんの？じゃあ自分が。もう今がコラボしたやついないぜ、マジで。じゃあまあ、佐藤ちゃんどうする？つける？つけんの？じゃあ待っとったるわ。ちょうど寝ちゃってたし。はい。あ、そうな。日刊乗ろう。いや、俺は乗ってんねん。俺はもうみんなのおかげで乗れてんねん。もうもはや。67位や。ただ日刊に残れるかは知らん。昨日の日刊は？最近日刊めっちゃ高いよな。199.2K。200K は絶対いるのよ。プロソロ、どうした？投げようじゃないね。心広いね、プロソロ。まあまあな。うん。このルックスでさ、心狭かったらもうやばいっしょ。よし、じゃあちょっと佐藤ちゃんがつけるまで待っとくか。うん。